来たか。時間ちょうどだな。おお、なんだ、我が従者の悪友どもじゃないか。この前の無礼を謝りに来たのか。今度こそ我が輩を拝みたいのだな。ふん、よかろう。我が輩の足に口づけするといい。偉大なる聖竜クフルアハウを崇めることを許そう。くんひー、きにちこいつに教育係をつけたんじゃなかったのか。全然その成果が見えないんだけど。偉大なる聖竜クフルアハウを教育するだと。そんな資格を持つ者などいない。パイモンみたいな優しい仲間と出会ったことがないからかもな。おいら褒められたのか。ああ、こいつとパイモンを比べてやっとその差が分かった。気にちってめえ、一滴の唾液で溺れ死ぬような空飛ぶアリンコを偉大なる聖竜クグルアハウと比べるなんて血迷ったか。お前が死んだらその亡骸をめっためったにしてやっからな。そんでお前の名声に泥を塗りまくってやる。旅人、パイモン、そろそろ本題に入ろう。獣域が開いたら、こいつも投げ入れてくれていい。絶対そうしてやるぞ。これは、ある取引で手に入れた装置だ。基本の役割は、獣域ハウンドを引きつける餌だが、餌に釣られた獣域ハウンドが空間を切り裂いて出てきたら、奴らを片付ける。その後、その空間の裂け目を利用するんだ。じきにわかる。早速、試すとしよう。来たぞ。奴らは列車を追わせるのが得意だ。気をつけろ。その装置は俺が言っていたよりも使い勝手がいいだろう。やっとその姿で現れる気になったか。取引が終わったならお前との関係も次の段階に移るべきだろう。偉大なるクフルアハウの期待に応え、お前の物語でよくある展開さ。仲間に裏切られた勇者は絶望の末アビスの前に倒れてしまう。あれ、炎上じゃんか。なんだと。どうしてお前らがここに。キーニチとの話が違うじゃないか。
旅人、これがお前への報酬だ。アビス教団について調べてるんだろ。お前が知りたい情報をこいつから引き出せるかもしれない。ところでお前らは知り合いなのか。たったそれだけか。冷たいなあ。久方ぶりの再会を喜び、いや久しぶりと挨拶を交わすものだと思っていたんだが。何言ってんだよ、小説の読みすぎじゃないか。なるほど、世の中は常に変化し、何一つ過去に留めることはできないのだな。実に残念だ。では改めて自己紹介しよう。今回俺のことは山下と呼んでくれ。山下？あ、そういうことか。フニとトバを言いくるめて物語を聞いたおじさんってお前のことだったんだな。名前とは表層的な代名詞に過ぎない。俺の最たる本質はとうにお前らに明かしたはずだ。そうそう、のこのことオイラたちの前に現れたのも殴られないと体が凝り固まっちゃうからだろ。お前のことは気に入っているが、今回はやめておこう。お前は時々手加減というものを知らないからな。あ、そうだった。この辺で起きたアビスの災いはお前の仕業なんだろ。もしかして山の王の問題にも絡んでないよな。言ったはずだ。レンガのそばをうろちょろしている奴らと違って、俺がこだわっているのはどうでもいいことだ。俺のようなはぐれ者は過去の歴史から真相を掘り出すこと以外何もやることはない。そうだろ。俺が調べた限りこいつは確かに通りかかっただけで、ここ最近の件とは関係ない。それで取引をしたんだ。獣域を召喚する方法を聞く代わりに、しばらくの間歴史の研究をさせてもいいって条件でな。だが取引は終わった。キーニチ殿が俺を引き渡そうと企んだように、俺もキーニチ殿の体を奪う機会を伺っていたのさ。そうすれば偉大なるクフルアハンを研究する時間が稼げる。しかしここに来てお前らとばったり会うとは何とも運が悪い。もしや俺が何か悪いことをして開演に。何、そんなことまでカウントされるのか。あの日は確か、アハウ、お前アビス教団と手を組んでキーニチを裏切るなんてどこまで腐ってんだよ。我が輩の世界に裏切りなどという言葉はない。尊き聖竜グフルアハウは誰の仲間でもないのだ。心配するな。アハウには餌になるよう俺が頼んだんだ。結局
釣れたのはこの役立たずだけどね。アビス教団だっけか。完全に期待外れだ。従者のキイニチごときに手こずるとは。へっ、何日もこいつの騒音に耐えてきた甲斐がないぜ。炎上、ここ数日のアハウエの教育はあまり効果がなかったみたいだな。仕方がないだろう。アビス教団はアビス教育団ではないのだからな。ゴミ教育団にでも改名したらどうだ。キイニチ、こいつはもう使い道がねえ。やっちまえ。旅人はどう思う？おいおい、俺が事務職だからって見くびりすぎじゃないか。戦いではお前らにかなわないが、逃げ足なら誰にも負けない自信がある。俺の逃げる様をしかと脳裏に刻んでおくといい。それと、次に会った時はもう少し優しく接してくれ。おい、また逃げられたぞ。追いかけなくていいのか。構わないさ。今はあいつにこだわる必要はない。それにかなりの負債を抱えてるようだ。返済の時間くらいくれてやろう。そういうならオイラもいいけど。でもキイニチがアビス教団のやつと取引するなんて、ちょっとびっくりしたぞ。あいつの言葉を借りるなら、名前はあくまでも表層的な代名詞だ。アビス教団であれ、アビス教育団であれ、いずれも大雑把な呼称に過ぎない。木から落ちたリンゴだって一つずつ味を確かめれば売れ具合が全く違うことに気づく。そして風に吹かれて落ちた果物でも、醸造を経れば特別な風味の美酒になりうる。あらゆるものにはそれぞれ使い道があるということだ。なるほど。確かに炎上のやつ、まだそこまで売れてなくて極悪ってほどでもなさそうですね。当たり前だ。極悪って言葉はこの偉大なる清流ククルアハウのためにあるようなもんだからな。ったく、お前は一体何なんだよ。お前みたいなひねくれ者見たことないぞ。どうせこいつには何もできない。安心していい。ま、そんなところだ。あのさ、そういった契約には恐ろしい代償がつきものだって聞いたんだけど、本当なのか。アハウがハゲワシみたいに虎視眈々と俺の体を狙ってることか。ハゲワシとはなんだ。竜の頂点に立つ烈焰の国の至高なる領主だぞ。まあ今日はもう遅い。この続きはまたの機会にしよう。帰ってゆっくり休んでくれ。正念場は明日の夜だ。何しろお前らは500年前の戦士のために聖火を灯し、汚れを払うことになるんだからな。おお、なんか急に緊張してきたぞ。ここまで来たんだ。なんとしてでも山の王の問題を解決しないとだな。ならもう一度言っておこう。うまくいくことを祈ってる。ああ、またな。
いたぞ。ここ数日あんたたちにいろいろと助けてもらったと皆が口を揃えて言っている。噂を聞いた若者たちも新たな勇者者にぜひ会いたいと騒いでいるほどだ。ひひ、後で儀式で会えるぜ。オイラたちも早く山の王の問題を解決したいんだ。今のままじゃみんな困るからな。そろそろ時間だ。準備ができたら儀式の会場まで案内しよう。準備はできたかな？よし、出発だ！ここだ。おお、来たか。ここ数日君たちの活躍を耳にしてるよ。今夜を無事乗り越えたらちゃんとお礼をさせてほしい。気にすんなって。こんなに広い場所を用意するのだってかなり苦労しただろ。オイラたちのことにまで気を使わなくていいぞ。山の王の問題を解決するためならどんな礼だってするさ。確かに問題は解決しないとならないが、烈焰も火種からというし、一歩ずつ。族長の言うことはもっともだが、もう随分と長い間その一歩すら踏み出せていないじゃないか。それに今回の開演の夜は参加者がだいぶ減っている。気づいていないのか。急に決まったことだから外にいる人たちは儀式に間に合わなかったんだろう。そうだとしても。旅人パイモン、調子はどうだ？キーニチ、やっと来てくれた。
族長、トリニダード。前任者として、旅人にいくつか経験則を伝えておきたい。少し旅人と外していいか。構わないが、なるべく早くしてくれ。君たちが戻ってきたら、すぐ儀式を始めよう。あっちへ行こう。儀式の流れについては教えてもらったか？確かトリニダードに教えてもらったけど、あまり覚えてないな。空飛ぶアリンコは脳みそまでちっちゃいんだな。聖火にその口を焼かれたくなければ今日はおとなしくしてろ。チッ。あそこに聖火の柱があるだろ。種火を取ったらまずあの聖火の柱に火をつけるんだ。次に山の王が眠る洞窟に入り、道沿いにある松明と最終地点にある祭壇に火を灯す。それで一通り完了だ。聞いた感じ難しくなさそうだな。ああ、工程自体は簡単だが、これだけは絶対に忘れるな。途中で引き返してはいけない。つまり目標を飛ばしてしまっても火をつけるために戻ったりはできないんだ。振り返らずに前に進み続けること。このルールを守らなければ先祖への冒涜とされ、開演の祝福が得られなくなるばかりか、最初からやり直すことになる。流れの要点を図にまとめた。参考にするといい。キーニチは何してるんだ？俺もお前らに同行するつもりだ。聖火の祭壇に火が灯ったら俺は獣域を召喚する。召喚の方は気にしなくていい。俺に任せてくれ。おう、流れをしっかり頭に叩き込んで完璧にやり遂げようぜ。こっちはいつでも構わない。だがフニたちも来てるようだし、少し話してきたらどうだ？緊張がほぐれるかもしれない。準備ができたら族長のところに戻ってくれ。準備できたかな？では頼んだよ。くれぐれも私が言ったことを忘れないように。王日の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至れり、全ては振り返らぬ命のため。かがり木の民よ、今ウィッツトランの開演の夜を再び灯さん。種火を取るんだ。いい出だした。動きに無駄がない。よし、見事だ。
頑張れ。もう半分まで来た。よくやった。あと一つだ。この先に最後の聖火の柱がある。気を引き締めていこう。さすがだ。聖火の柱は全て灯った。峡谷を下れば山の王が眠る洞窟に着く。すぐだ。この先が山の王が眠る場所だ。アビスの気配が濃くなってきたな。まずこの辺りの汚れを浄化しよう。あれが最後の聖火の祭壇だ。
まず周りの松明を灯してくれ。500年前の古代ユムカリュウの王、コンガマト。強大な力の持ち主だ。本当にでっかいな。起こさないよう気をつけないと。ついにここまで来たか。なんて見事な手際だ。次が儀式の最後であり、最も重要な部分だ。旅人、聖火の力を使って山の王のためにアビスの汚れを浄化してくれ。いや、今回は不要だ。なんだと？アビスの力が濃くなってきたぞ。あれはなんだ？キーニチ、何をするつもりだ？あれは獣域の裂け目。族長、トリニダード、ここから先は危険かもしれない。少し下がっててくれ。一体何をする気だ？解決するのさ、山の王の問題を。まさか獣域ハウンドに山の王を殺させるつもりか？やめろ、そんなの不可能だ。バカなバッタ人間だな。見てわかんねえのか？山の王獣域にねじ込もうとしてるんだっつうの。なんだって。悪いな族長、トリニダード。だが方法はこれしかない。山の王の無事を保証できるのか？保証はできないが、自信はある。旅人、どういうことだ？約束通り山の王が持つアビスのエネルギーを浄化してもらうぞ。そういうことか。あんたたちは最初からグルだったんだな。この老いぼれ、何しやがる！まずい、召喚装置が壊れちゃったぞ。あんたたちのせいだ。トリニダード、何してんだよ！まずい、山の王が目覚めたらさらに死傷者が出る。ここは引くぞ、急げ。あんたたちの目を覚まさせるにはもっと犠牲を払う必要がありそうだな。
山の王よ、私がこの身を捧げよう。外にはまだ人がいる。ここで山の王を止めないとな。力を貸してくれ。山の王が吐き出す身をよく見たので、それを使って俺が倒す。の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至れり、すべては振り返らぬ命のため。ウルキナか、この罪を償おう。焦るな、我々のすべての所業を必ず炎が審問するだろう。もし俺が遅れを取っても決して振り向くなよ。今と同じように前へ進むんだ。恥辱を胸に前へ進め、それこそが払うべき代償だ。開炎の継承者よ、この残された体を使い、より多くの勇士を育ててくれ。このガマ島の石はこれからも突き進もう。アビスを踏み潰すその日まで。旅人、ちょうどいいところに来てくれた。いい知らせがあるんだ。トリニダードの容態は峠を越えたよ。全身に火傷を負ってしまったが、
なんとか一命は取り留めた。よかったぜ。それにしてもかがり木の民ってみんな突発的に行動しちゃう癖でもあるのか。キーニツといい、トリニダードといい、もしかしてそれがあいつらの冒険心ってわけじゃないよな。目の前が霧に覆われていても進むことを恐れないというのが我々部族の特徴だからね。ああ、変わりない。ただ山の王に不可解な現象が起きていてね。その様子を見に行ったよ。実は昨日の件の後、山の王の体表を透明な殻が覆うようになったんだ。原理は不明だが、どうやらアビスの力を遮断する効果があるらしい。まるで血が乾いた後にできるかさぶたみたいに、アビスの力が山の王の体外に溢れ出すことも、逆に外から体内に染み込むことも防いでいる。私たちもこんなことは初めてでね。部族で一番経験のある年長者によれば、それは山の王が聖火に焼かれたことによる産物ではないかとのことだ。燃えた木が炭になるのと同じようにね。確かにその通りかもしれない。何せ山の王を聖火の中に放り込むなんて、これまで一度もしたことないからね。アビスの力を遮る、それっていいことなのか？ああ、今の状況からすればベストだよ。山の王のアビスの力が安定すれば、年に一度の浄化も必要なくなるからね。おお、そりゃよかったぜ。言いたいことはわかる。実は部族の若者の間でも話題になってるんだ。昨日の開演の夜はこれまでのものとは全く違う儀式だったとね。君とキーニチが召喚したあの大きい透明な炎は、無数の伝説で語り継がれてきた炎そのものだった。山の王を助けたのはまさにその炎だったんだろう。お、つまり開演の力のおかげってことか。私はかがり木の民の長ではあるが、開演については物語で聞いた以上の知識は持っていなくてね。だからその質問にも答えられないけど、マリポの持ち主なら君たちの質問に答えられるかもね。山の王の洞窟に行けば会えるはずだよ。のことだな。あいつがどうしてるかも気になるし、行ってみようぜ。
旅人にパイモンか。具合はどうだ？昨日はよくやってくれた。ケイニチもな。お前が炎の中に飛び込んだ時はほんとヒヤヒヤしたぞ。悪い、心配をかけたようだな。聖火に焼かれる山の王を黙って見ていられなかったんだ。で、お前の草元素力で聖火を消そうとしたのか。偉大なる聖竜クフルアハを笑わせるためのジョークかと思ったぜ。聖火に宿るエンジン様の力はわずかなものだ。それでも真っ向から勝負しようなどとは思ったことない。キニチ、お前まさかあの時もう覚悟を決めてたのか。覚悟？ブルキナと同じように。犠牲になる覚悟か。そういうわけじゃない。俺はただ山の王は死ぬべきじゃないと思っただけだ。代償のことは別としてな。どうしてそう思ったんだ。だってその山の王を助けたのは開演の力なんじゃないかって噂を聞いて。ポンセおじさんの話だと、キイニチが昨日やった儀式は代償を払ってやるものなんだろ。だから自分の命を犠牲にしようとしたんじゃないかなって。お前らもその噂を聞いたんだな。さあな。残念だが俺にも確かなことは言えない。キイニチにもわからないならこの謎は解けそうにないな。だがもし開演の力が本当に存在するなら、山の王が自ら召喚したものだと俺は信じたい。や、山の王が？じゃああいつが払った代償って何なんだ。真の代償とは食材や賠償ではなく、何かを得るために事前に払うものだ。苦しみを背負って前へ進むことは命を差し出すことよりも辛い。だがブルキナと全てのかがり木の民のために山の王は前者を選んだ。これが奴の払った代償だ。そうなのか。ところで山の王は今どうなってるんだ。体の方は心配不要だ。縄張りに入ってきた者には戦闘態勢を取るが。攻撃性はだいぶ和らいでいる。それに前のように闇雲に襲ってくることもなくなった。ああ、奴と意思疎通を図ってみたが何の反応もなかった。へっ、この偉大なる聖竜クフルアハウが断言してやるよ。あのバッタの王は今や魂の抜けた腐った木でしかねえ。肉体と戦闘本能はアビスの力で保たれちゃいるが、その魂は500年の歳月をかけてとっくに粉々になっちまったのさ。でも昨日は正気を取り戻してたよな。あれは今はの際のみみっちい執念だな。まあ人間だって死期が迫ってんのに一時的に元気になることがあんだろ。それと同じだ。何
そんな言い方ないだろ。きっと山の王は過去の悲しみを乗り越えて前に進むのを決心したんだと思うぞ。今は先のこととかを考えるのに精一杯で、オイラたちに構ってる暇がないだけだ。少なくともこれで部族の人間は前に進める。礼を言う旅人、お前には借りができた。そうそう、炎上を引き渡してくれたろ。だがあいつは全く役に立たなかった。それじゃお前らが損する。ま、あいつが役立たずなのはお前のせいじゃないからいいって。それにオイラたちもう友達だろ。そうかしこまるなって。友達なら借りはもっと大きくなる。なおさら礼を書くことはできない。約束しよう。もし力になれることがあったらいつでも俺を呼んでくれ。お前のためなら惜しまずこの力を貸そう。これではフニちゃんだけが悲しむ結末ではないか。うん、みんな喜んでるけど私はそんなことない。ナンナにパパまで、どうして私の家族ばっかり傷つかないといけないの。フニ、おじさんの怪我はきっと治るさ。だからそう落ち込まないでくれよ。トバは友達だから。こんなことトバの前で言いたくないけど、これも全部山の王のせいだからね。なんだと。待て待て。そうだ、もしお前たちが喧嘩をやめてくれたら、ご褒美におじちゃんが物語を聞かせてあげよう。そんな嘘つきを見るような目をしないでくれ。先日危うく開演に眉を焼かれそうになったんでな、慌てて負債を返しに来たんだ。ま、そんなことはいいとして早速始めよう。かがり木の民にまつわるもので、おじちゃんが一番好きなのは何か知ってるか。何？エクストリームスポーツだ。はあ？おじちゃんがここにやってきた日、空から何かが落ちてきて頭にぶつかったんだ。聞くにあれはバンジージャンプというものらしい。確かに危険なスポーツだが、その勇敢な姿はおじちゃんの心を一瞬でわしづかみにした。それから山下おじちゃんは友達思いなんだね。ああ、もちろんさ。だが幸せな日々は長く続かなかった。おじちゃんはある強い敵に捕まり、彼女に会えなくなってしまった。その敵のところでおじちゃんは見下され、罵られ、さらには報酬としてある人に渡されそうになった。あの屈辱と言ったら、思い出すだけで胸が苦しくなる。どうして俺ばかりがこう傷つくんだと、おじちゃんも思ったよ。本当に辛いことばかりだ。だが、おじちゃんはそれに耐え、その過去をすべて乗り越え、ついに友と再会を果たした。それで終わり？前を向きなさいって言いたいんでしょ。でもそんな物語
もう古臭いよ。山下おじちゃんって先生に向いてないね。ウニちゃんは賢い子だが、まだまだだな。物語には続きがある。おじちゃんは友と再会し、彼女の傷も治った。今彼女はとても家族に会いたがっている。だからフニちゃんにも彼女に会ってもらいたいんだ。振り返ってごらん。また騙そうとしてるんでしょう。今度は引っかからないからね。